注意事項、東方二次創作、ウピーオモの創造、これらが含まれていても良い方はゆっくりしていてね。夕夜へ、私の息子のことで話したいことがある、今日の十三時にオービックという店を予約しているから来てくれ、三人で撮っているからお前を含めて二人で来てくれ、おうらい週ヤより。県勢聞こえるか。聞こえるぞ。なんな昨日週夜たちが幻想郷に攻め入るという情報が入ったと言っただろう。で、 今日の13時にオービックでシュヤからその件についての情報があるという旨の手紙が届いたんだ。つまり、一緒にシュヤに会いに行こうということか ?3 人で予約しているから誰か追加で連れてきていいと書いてあったからな。まあ予定はないから行く。あと、警戒するに越したことはないからな。ありがとな。礼はいらない。お前もお願いだし、幻想郷は俺の唯一のふるさとだからな。 なんとか最近のゴーライ組の情報を見つけられたが、修夜さんとジンで派閥が分かれているのか。そしてやっぱり陣の派閥が幻想教に侵略しようという派閥か。恋余陣、命乞いは許さない。死と蘇生をお前の精神が壊れるまで繰り返してやる。その中で姉さんの死を嘲笑ったことを精神が壊れるまで公開しやがれ。レイム、マリサ、コウ、モミジは白霊神社に集合してくれ。修行をするぞ。 約1分後。修行って何をするんですかまあとりあえずこの空間に入ってくれこの空間での10年が外の空間の1日になっているしこの空間内にいる間の成長速度は外の空間とリンクしているから安心して修行できるぞそしてそこにいるゆうは修行を手伝ってくれる重力ユーラースだ自分の紹介は置いておいてとりあえず重力5倍の状態で修行してもらうわ 重力5倍になれたら教えてね。重力の倍率を増やすからね。くれぐれも慣れているのに言わないということはしないでね。じゃあ、うん。う、動けない。みんなまずはこの状態で動いたり、喋ったりできるようになるのが最優先だな。あなたは余裕そうなので重力100倍にしますね。すいませんでした。せめて重力50倍でお願いします。ゆ、ゆ、し、ま。 せ、うん、いいよ電話で喋れるけど全く動けない誰か助けてくれ龍が誰も助けられないさすがに龍がでも重力100倍は大変だからせめて50倍にしてあげて龍がカフニールに感謝しな50倍にしてあげたからとりあえずごらんリバーバルクとマナを呼びなあいつらだったら修行してくれんだろ言われなくても。 もう来てるかゴランに覧に面白いのが来てると言われてきてみたら本当に面白いのが来てる私はそこの赤い女の子を鍛えようかしら俺は龍がしか鍛えられないない私僕はそこの金髪ちゃんを鍛えようマナの男の方の人格は喋らないでくれマリサが混乱するバカやったやつは黙ってな俺はこうを鍛えようじゃあ私はもみじちゃんを鍛えようかしらみんなちゃんと鍛えてあげてね。 一方その頃竜也たちはねっ話ってなんだズアそうさっきを飛ばすな話というのは二つある一つ目は豪雷組の私の派閥が幻想郷の味方になること二つ目がンが私よりも強くなっていて何かを企んでいるらしいなんだとそれは少しまずいかもしれないなおやさんが悲しむぞこんな危険なものを取り続けていたら黙れくつルこの力があれば全てを手に入れられるんだ 俺は、私は、奴に引導を渡す。